当に自分が見たもの間違ってないよ。最初のチャンスはバイエルン、ロベルト・デバンドフスキのシュート、だがこれはキーパーに止められてしまう。次のシーン、リバプールでモハメド・サラーがパスカット、ミドルシュート、これが決まります。やっぱこういうミスはね、減らしていきたいですね。続いてのシーン、エンド変わって後半、途中交代のレロイ・サネ、これが決まります。同点弾です。FIFA22 最初のゴールはデロイサネでした。最終シーン、アルフォンソ・デイビス、これは惜しくもオフサイド、引き分けに終わりました。